あんまりこの鬱になった時の話ってしてないんですけど、会社に行く時も毎朝泣きながら行ったりしてました。三塚さんにも相談した時にこういう活動始めなって助言をいただいていて、そこから生活が変わっていきました。後編もよろしくお願いします。お願いいたします。あの SNS とか拝見させていただいて、はい、なんか特にお金と深い関わりがあるみたいな感じはあんまりあの見受けられなかったんですけど、あのどうですか、ご自身の活動とお金は何か関わりがありますか？すごく私の活動って頑張れば頑張った分お金が入ってくるっていう活動だなって始めてみて思いますね。自分が努力したらその分再生数が返ってきたり、お金もその分増えたりとか、努力が見えやすい活動をしてさせていただけてるなと思います。一番使ってるのはあんまりいいとこなんですけど、ランニングって本当靴があれば誰でもできちゃうので、一番こう安く始めやすいスポーツってこともあって、正直あんまり私の活動ランニングに関してはあんまり出ていくお金ってそんなになくって、でもただあの地方によく行くので経費として大きいのはこの飛行機代とか新幹線代はめっちゃお金出ていったりとか、あとはカメラ買ったりそういう機材とかに出ていきます。機材にもこだわってらっしゃるんですか？あ、でも普通に皆さんが使ってるようなカメラとか、あと走るので私たちめちゃくちゃブレるから、うん、あのブレに強いカメラを使います。それ私どうやって撮ってるのかなと思ってました。 あ、はい、あれみんな人が撮ってるから。そうですよね。そうなんです。あの私が走るってことは私のカメラマンも同じ速さで、それ以上もしくはそれ以上に速くない人じゃないとカメラマンができないので、大体みんな元陸上部とかでやってくれてます。毎月かかってるんですけど、髪の毛が一番お金がかかりますね。やっぱ金髪ハイトーンってめっちゃお金がかかりますよね。かかります。私も一時期役で金髪で、はいはい、見てました、はい、で結構しかも痛むし痛むし、ね、切れるしトリートメントもしなきゃいけないし。そうですよね。やっぱちょっと今黒いですけど、あのちょっと黒くならないように気をつけてるので1ヶ月に1回行きたいってなると、うん、髪の毛が一番投資してます。最初にインフルエンサー活動を始めた時にあのなんていうの、みんなに覚えてもらうため、もともと陸上競技の人だったからそういう人には知られてたんですけど、なんていうの、もっとマラソンの人たちにも知られたいって、知られていくことが活動で大事だと思ったので、まずはこう髪の毛から金髪に最初にしたのがきっかけで、そこからもう活動を始めてからずっと金髪なので今更黒髪に戻れないっていう。やっぱり自分の中では金髪がしっくりくるきます。でも本当は黒髪にしたいです。あ、そうなんですか。すみません、すごい大きい声出ちゃった。大丈夫ですか？本当は黒にしたくて、金髪ってこう膨張するから、うん、ここなんていうの、顔も大きく見えるしっていう悩みがあるので本当は黒髪にしたい。でもすごい似合ってますけどね。ありがとうございます。そう、確かにその金髪で色白でっていうのが一番私が初めにお会いした時の印象でしたね。そう、本当ですか？はい、ありがとうございます。言ったことないんですけどしてます。あ、そうなんですね。はい、兄さんはしてますね。私の家族もやってたのと、私の周りも始めてるのと、周りの影響がすごく大きいですね。そうですね、最初わからないことも多かったんですけど、最近すごくテレビでも話題になること多いじゃないですか、うん、番組とかで、そういうのも何回も見るようになって、うん、分かりやすくまとめてくれるニュース記事、ニュースだったり番組が多いので、うん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 、始めることに抵抗はなかったですね。ああ、なるほど、はい、あまり高い大きなお買い物をしたことがあまりまだないんですけど、最近一人でご飯を食べることを、はい、めっちゃ分かります。ありがとうございます。なんかハマってというか、昔前は友達食べる方が楽しいって思ってたはずで、ね、一人だったらもう家で納豆ご飯とかで済ませるタイプだったんですけど、うんうん、同じくです。なんですけど最近はせっかくだからみたいな感じで、なぜかふと一人でご飯食べてみようっていう挑戦を始めて、最近なんかエスニック料理が好きなので勝手に一人でエスニック料理屋さん調べていって、トムヤムクンラーメンとかを食べたり、なんかガパを食べてみたり、うん、ラーメン屋さんに行ってみたりとかするようにして、なんか一人でご飯を食べる時間も最近はすごく好きです。例えば味変する時とかも、うん、
なんかこれ入れたら惹かれるかなとか考えちゃったりするんですけど、一人だと何でもいいので楽しいです、うんうんうん、ランニングの時と同じぐらい生き生きされてますね、喋、はい、ってる時同じぐらい好きです。ご飯はご飯を食べる、美味しく食べるために走ってるみたいなものなので。あ、はい、改めて、はい、ランニングは好きですか？ランニング最近好きって気づきました、はい、最近最近ずっと頑張る陸上、追い込む陸上、もう修行のようにやっていたので、好きかというよりはもうやらなきゃいけないっていう使命感で走っていたっていうのが正直で、でもやめて自分でもう一回自らこう何でもいいはずなのに自らまた走ることを選択した時にやっぱまた戻ってきたっていうので、やっぱ私って好きなんだなと気づいて、競技者じゃなく自分の好きなように今走れる立場になってからすごく走ることってまた何だろう、楽しいなというか、幼少期の強くなりたいとかじゃなくただ好きに走ってた時を今もう一度思い出せてるような気分。一番手っ取り早く誰でもやりやすいスポーツっていうのと、あとはその人ごとにこうその人ごとのレベルに合わせてランニングの楽しみ方があると思っていて、まあ、体型維持でもいいですし、メンタルの維持だったり習慣としてやる人もいいと思うんですけど、競技者としてやる人は個人競技でしかも数字として自分の成果努力が目に見えるからランニングって魅力的だと思います。中学の時とかはただドラッグストアに売ってる日焼け止め買って塗るって感じで、あんま知識がなかったんですけど、やっぱり自分が日焼けめちゃくちゃ気にするしてるのでしてたので、やっぱ自分自身ですごくいろんな商品試すってことをずっと前から高校生ぐらいからいろいろやっていて、気づいたら日焼け止め博士みたいになっちゃって、はい、なんか詳しくなってました、勝手に周りと一緒なのが嫌だみたいなのが最初からあって、結構ひねくれてるので、強くなりたいって思ってたのももっと有名になりたいとかそういう気持ちがあったから頑張って練習して強くなりたいって思ってたんですけど、強くなるだけじゃ有名になれないと思っていて、この意外性なところがないと誰にもこう見つけてもらえないと思っていたので、その時からじゃあ白くいようと思って、強いけど白かったらみんなにこうえって思ってもらえるかなっていう、そういう下品な考えで日焼け対策してました走ってない時ってまた私もこう自己肯定が低くなったりする波が来てしまうし、私だけじゃなく周りの人も結構走ってないと病むってみんな言うんですけど、やっぱりこうめんどくさいとか今日は忙しいからいいやって思ってる時こそ、ゆっくりでもいいし短い距離でもいいから走りに行くと絶対後悔しないし、走り終わった後って心がすっきりして達成感が出て自己肯定感がアップしてすごく一日充実するので、走りたくない時は走らないけど寝るなるべく習慣化して走るってことを意識してます。ちょっと病んでしまった時に悩んでたことというか苦しめてたことの一つに、インストラクターなのでお客さんと面と向かって毎日レッスンしてたんですけど、ヨガのインストラクターっていうのでやっぱみんなには笑顔でずっといなきゃいけないし、こう生き生きとハッピーなように見せてなきゃいけなかったっていうのが自分をもっと苦しめていた原因だったから、それに気づいて鬱を克服して今は何だろう、元気ない自分も認めるし、そんな自分も別に隠さずみんなに見せるしっていうスタイルになって、生きやすくなったというか、それでいいんだよなって思います。もともと競技やってて人と比べるとか競争社会で生きてきたので、そういう人と比べやすいところは今もずっとあって、なんて言うんだろう、SNS を見てるとみんなキラキラしてるし、私が起きた8時の段階で他の人は走って仕事にもう行ってるとかになるとどうしようって気持ちになることももちろん今でもあるんですけど、人と比べることをダメとあんまり思ってないです。鬱になったきっかけもそういう自分は自分の悪いところとかを気にしたせいで、悪いと思ってるから気持ちが沈む、病んでしまってたから、そういう部分も認めてあげるっていう作業ができた時に初めて元気になれたというかポジティブに生きられました。なので人と比べる自分は良くないって思わずに、人と比べてもいいし、
人と比べなくてもいいし、普通にそこに良し悪しはないと思いますね。目標は今のところ、去年初フルマラソンでサブ映画をしたので、まあフルマラソンまたやるとは決めてないんですけど、いつかやるとしたらもっとサブ映画よりも早い40分とかを狙っていきたいなと思ってます。はい、でも私有言実行してしまうタイプなので、言ったら必ずやっちゃうから言わないようにしてます。もう言っちゃった今今言っちゃったやるかもみたいないつかいつかよくある努力は裏切らないって言葉があると思うんですけど、私は正しい努力をしてれば絶対目標はいずれ叶うと思ってるので、正しい知識を入れて正しい努力をコツコツ続けて怪我せずこなしていけば絶対に速くなるし強くなると思ってますね。正しい努力はやっぱいろんな人の意見を聞くことが大事だと思ってて、一つの自分の疑問があった時にとか、あと自分の目標があった時にいろんな方向の目指し方とか向き合い方があると思うんですけど、それをどの方法を選択するかは自分で、でもこの方法をなんて言うんだろう、提示してくれる人はたくさんいた方がいいと思うんですね。だから私はすごく優柔不断なんですけど、何を決めるにも服を決めるにもその目標への向き合い方を決めるにも必ず最初はできるだけ多くの候補をバーッと並べて、その上で自分はどれが一番合うかとか、自分はこれなら頑張れそうとか、そういう自分にとって一番適切だと思う向き合い方を決めて正しい努力をしていくっていう攻め方をして生きてきました。仕事がない日は絶対外に出ないって決める日もあって本当に何だろう、もうパジャマのままで本当に食べて寝るを繰り返す日もあります。でもみんなには言ってないので秘密でお願いします。あんまり言いたくない。志村さんにとって豊かさとは何ですか？はい、人とのつながりです。やっぱり私が落ち込んだ時、もしくはこう競技成績が伸びて頑張れた時、全部に私の何だろう、大事な時に人とのつながり、励ましがあって自分は成長できたなって思うことがあるの、思うことが多いので、これまでもこれからも人とのつながり大事にしたいなと思います。私が元気ない時とかに支えてくれたファンの人とか家族とか友達とか周りの人、身内の人にもみんなそうなんですけど、今自分は元気に活動できてお仕事ができている状態で、すごく当たり前じゃなくて、それってすごく幸せなことなので、すごくそれに感謝もしてるんですけど、周りの方にもっと恩返ししたいなって思っていて、私みたいに食事制限をして過食症で悩んでとか、そういう女の子って結構多くて、そういう子にも発信していきたいなって思うし、もちろんランニングの魅力はどん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 これからも自分が楽しく走ってる姿を発信することでランニング人口ももっと増やしたいなって思うし、誰しもが鬱になる可能性があって、自分は大丈夫って思ってる人もなるって病気なので、そこを理解してもらった上で、そういう人たちの助けじゃないですけど、あ、この人もそうだったんだって思うことで安心できる人って絶対一人はいるって思うので、そういう人たちにも届くように発信していきたいと思います。こういう活動をしている私ごときがって感じなんですけど、もともと会社員をやっていたからこそ、皆さんにもいつでも今のお仕事辛かったら辞めてもいいと思うし、いつでもやりたいことがあるなら転職するとかでもいいと思うので、今の時代本当にいろんな働き方があります。やりたいこと隠さずに一歩勇気を出してみると世界が変わって生き方環境が変わることがすごくあるので、皆さんもぜひもしやりたいことがあるなら一歩踏み出してみてください。働く世代に豊かさを。
志村さんはこういう撮影っていうのはありますか、はい、今まで。ないです。こんなにたくさんの大人たちに見られて撮られるっていう、しかもカメラが2つあって、はい、あんまりなったら3つありますね。あ、3つあるんだ怖いそう、めちゃくちゃ緊張したし、あんまりなかなかないですこういう撮影は。うん、どうでしたか。あ、でも緊張したんですけど、これすごく、この撮影に入る前もオンラインの打ち合わせをしていただいたりとかで、改めて自分の人生について考えるきっかけをくださった撮影でした。ありがとうございます、はい、すごくでもいててよかったです。迷ったけど、はい、私もすごく自分を振り返るいい機会になったので、はい、もっと頑張れそうです